そう、なんかいっぱいステッカーを貼ってある。めっちゃ貼ってある。めっちりとか。ワイトライアングルで、タムリンで、ギターと一緒に寝たい。それゆいちゃんや。楽器何でもできるやな。音楽がめっちゃ好きで、そうなんですが、クラシックとかも聞きに行ったりします。ギターは見た目で全部、見た目大事ですよね、正直。カスタネットでうんたか、うんたん、うんたん。ギータ、ギータ。なんか名前つけようと思って考えたんですけど、やめました。一日で忘れた。めっちゃ文化的。そうなんですよ。なんかもともとその吹奏楽やってた時にクラシックハマって、でなんか高校入ってやり始めたんですけど、やり始めたというか、また吹奏楽部に入ろうと思って入ったんですけど、なんか中学校がなんかバカほど厳しい学校だったんですよ、その吹奏楽部が。ほんまにもう土日とかも朝のもう8時から夜の7時とかずっと練習しないとあかんみたいな感じの部活やって、そうで府大会とかなんか出たりしててんけど、なんか高校入ったら、高校がスポーツクラブがめっちゃ有名なとこばっかやって、文化系が全くやって、それでなんか緩かったからやめた。こんな緩いとこやってられるかーって言ってやめた。ド M なんかな。夜勤行ってきます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。ジュージーカさん、いってらっしゃい。なんかめっちゃ揺れてるけどさ、地震起きてない？大丈夫？それめっちゃ戦いました。さすがよ。ゆるい方が好きですか？そう、なんか勝ちたかってんな、勝ちたかったでよ。がなんかそう、なんかチューニングさえ合わせれない部活やったから、これはあかんでと思ってやめました。刺激のない世界を嫌うタイプ？なんかゆるーくやってる子を見たら、なんでやろうって思っちゃうタイプ。なんか一緒にもっと頑張ろうよってなる。ごめん、俺の貧乏ゆすり、貧乏ゆすり大阪まで届いてきた。あなたの気持ちが揺れてるんじゃ。ダミンさん、アンニョン、アンニョンハセヨ。もっとできるやんってなるってこと？そう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 、なんかもったいないなって思う。だってさ、やらんくてそんなにできるやったら、やったらもっとできるやんってとか言って、自分勉強とかせえへんねんけどな。勉強とかせえへんねんけどな。そう、やるならやらねば、やるならやらねば。今日ね、なんかテラスハウスが好きで、テラスハウスをなんかめっちゃ見るんやけど、なんかテラスハウスでね、出てきた名言で、何事も8分目まで。そう、これなんかメールでも送ってんけど、何事も8分目まで。やりすぎたらやりすぎたで、もうなんか嫌になっちゃったりするし、そう。だからご飯もね、8分目まで。リカピはお笑い？お笑い芸人？どっちのリカピ？リカピ？ちゃうな、向こうのリカピ。お笑い芸人かもしれない。そう、8分目にしときましょう。バスケやってたけど、個人競技向いてるよ、チームプレーみたいな感じかな。チームプレー、チームプレー。死ぬ気でやれる、死ねねえからって名言。あ、それ言われました、それ言われました。死ぬ気で、死なないからって。マネージャーさんに言われました。なんか、テレビのありがたいことにね、収録出演を決めていただいたときに、無理ですって言って、エコパの前日やったんですよ、収録が。で、
リハーサルも出れへんし、なんかそんなね、もうテレビなんて私喋れないですみたいな、絶対無理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 とか言って半分に泣きそうになってて、私ができないですって言っとってんけど、マネージャーさんがまあ、なんか最終的に死ぬ気でやるって言って、死ぬ気で頑張るって言ったら、なんか大丈夫だよ死なないからって言われた。いい意味さんかな、違います。そうだから死ぬ気で頑張ってます、とりあえずね頑張ってみて。ピアンちゃんへの愛も8割でき、それはあかん、それはあかんで、あの120%、はい、頑張ります。ほんまにだからね、めっちゃどうしようと思ってた。カムサハムニダ、難しいね韓国語、韓国語のね教科書持ってるんですけどね。かわいい、ありがとうございます。ヒロさん、そういえばピアノもあるから、あーピアノあります。なんかピアノしか取れへん、しまった、ルーム入るとき言わなあかんことあってん、なんや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 。12という数字が好きなのか、え、私数字で好きなのは34です。あ、だからそれやったらちょっとミリオンになるから、どうしよう、え、けど34が好きやねんな、34と32が好き。ヒゲヒゲ笑顔が溢れてるね、嬉しい、皆様のおかげです、ありがとうございます。邪魔すんで、邪魔すんでたら帰って、カランとって。バスケ好きなら SKE バスケ部もいいね、ゆずきさんがキャプテンなのかな、バスケ、え、けどバスケミキちゃんめっちゃうまいです、ミキちゃんバスケ部。こんばんは、ママさんこんばんは、ありがとうございます。あいよー、どっちやねどっちやねどっちやねそう、どっちやねそう、34の場合でも意地でも言わんとこ。邪魔したの邪魔すんやったら帰って、帰らんとって。34も奪った、そう34も奪います、34も奪います。ラブシチュエーション、ラブシチュエーション、ラブシチュエーション。私とあんたで深めるものはリアン、私と絆深めへん。あ、ちょっと昨日と変わった、え、けどめっちゃいい感じ、え、うわいいな、なんかリアン、リアンっていいな。ラブシチュエーション、ラブシチュエーション、ラブシチュエーション。え、ミキちゃんがほんまに歌うまいんですよ、ミキちゃんほんまに歌うまい、ミキちゃんの歌声めっちゃ好きです。あれ聞いてみてください、ニットノーのとこ、ニットノーのとこ。ニットのカーディガンのとこ、ほんまに聞いてみてください、めっちゃ好きってなるから、いやーんって劇場でみんなで言いたいな、もうめっちゃ言ってほしいです、ピンポイントすぎる、いやほんまに聞いてほしいんですよ、ほんまに聞いてほしい。カナのミキちゃんうまいの、めっちゃうまいです。リカピのところ行ったら青木リカちゃんのとこいましたねって言われたら怖、リカピ怖。10期でダンスうまいの誰かしら、あ、ミキちゃんうまいです、ミキちゃんうまいです。ごめんなさい、私ミキちゃんとアナンちゃんのファンやから、なんかすぐ言っちゃう、なんかミキちゃんは手足がほんまに長いんですよ、私と同じ身長やのに私の倍くらい足の長さある。そうで手足も長いし、あれ顔もめっちゃ小さいから、そうやからなんかダンスもめっちゃ綺麗に映えるし、めっちゃ好きで、歌もうまいやろ、もう最高やで。リアンの歌終わりは、リアンの歌終わりはどこやったっけ、ちょっと待ってな。あ、海へ行こうとや、今から君を誘いたいよのところ、全部足になる。
何やろ、明日スキップ配信に書いてあった。すごいな、毎日やってるしスキップ配信もする、すごスキップ配信。リカも見に行こう。超絶かわいいリア、うん、ありがとうございます。セイチさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そうサビ前です。海へ行こうと今から君を誘いたいよ、ここね、ここあのぜひね、あの劇場でいつかあの渚のイメージをやる時があったらあの見てほしいんですけど、海へ行こうと今から君を誘いたいよって、私君を誘いたいよで、あの猛ダッシュ、50メートル走並みの猛ダッシュしてるから見てください。ほんまに滑り込みしてる。で、ね、誘いたいよのところでみんな揃うんですよ。もうブワー走ってるから、ほんまに見てください。でなんかもうレッスンの先生がなんかかわいいアイドルってかわいいから、なんか走る時とかそうやって移動する時とかもなんかねちゃんとやるんだよみたいな感じ言われて、でレッスンの先生にごめんなさい、すいません本当に無理ですって言って、ほんまに無理なんですここはって言って、で確かに無理やなみたいな話になりました。ほんまにやばいですよ、端から端まで移動するんですよ斜めで、もう転ぶなよ。そうなんですよ、なんかあのリハーサル服着てリハーサルエコパの時にできなくて、そうでヒールだけ履いて一回やらせてもらったんですけど、そう5分くらいかな、私が遅れて行っちゃったから、そう大阪におって収録してそのまま行ったんで、そう靴履いてやらせていただいたんですよ。もう数少ない時間をいただいてやったんですけど、もうヒール履いたらめっちゃ難しいですね。びっくりしました。先輩とかすごいなと思って。ステージで常に言われてます。そうなんですよ。だからとりあえず猛ダッシュを見てください。しまっこめさん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。転ぶのもおもろいか、ネタ。怖い。転びたくない。ヒールのフラストレーション、それはやばいな、それやばい。ヒールのダンサーすごいと思う。私も本当に思います。先輩方がなんかヒール履いたままめっちゃ踊ってるじゃないですか。やば、すごいなと思います。こんばんは、ヨッシーさん、こんばんは、ありがとうございます。後ろに足がポーン上がりながら動いてるやろ。痛い。こんばんは、イーヘブンさん、こんばんは。体幹大事ね、ほんまに体幹大事です。めっちゃ鍛えてるんですよ。けどみんなあの最初30秒もできなかったんですけど、プランク体幹鍛えるやつ30秒もできなかったんですけど、もうみんな今1分はできるようになってます。そう先生のおかげです。走ったら渚を走る僕らの癒しに。確かに、渚猛ダッシュしたらあかん、なんかもっとな、かわいいな、キラキラ笑うまで体感配信して、いやそれやろうか迷ってたんですよ。またやりますね、体感配信。つがりようさん、こんばんは。2分もできるんですか、すごい。後ろに足が、あ、ひっくり返って、ゆいちゃんは体感できんくて泣いたって言ってる気がする。ゆいちゃん、あの 2,3 回泣いてる。いいけどほんまにあれはきつかったです。そうめっちゃきつくて、ゆいちゃん以外にももちろん泣いた子出てきたし、私だけやった、あんな爆笑してたの。りゃんちゃんマラソン挑戦者、私マラソンほんまにできないんですよ、体力なさすぎて。そうやから練習しないとあかん。あちゅさん、こんばんは。このペースなら今年終わりにプランク1時間ぐらいできてるな。もうそれ私違う種目目指すやん。最終水泳は君やね、めっちゃ厳しいです、ほんまに厳しいです。
じゃあほんまにこれ昨日あのりかこちゃんの配信を見てくださってた方はわかるんですけど、あのプランク